今日は一日で伊豆大島、熱海を見物し、今横浜に戻ってきました。これから夜行寝台特急サンライズ瀬戸号に乗って、またさらに旅を続けます。次の目的地は山口です。夜行列車で山口まで行き、一日で朝早くから夜遅くまで見物して、その後もう一度夜行列車で戻ってきて、そのまま大学に向かう予定です。そうすれば時間を有意義に使うこともできます。もうなるべく長く寝たいので、乗る前に歯磨きなどは全て済ませておきました。あとはベッドの上で服着替えてもう眠るだけです。なるべく早く寝ておいた方がいいです。明日の朝は早起きを強いられます。6時30分には岡山駅に着くのです。ぐっすり眠れるんで、私はもうすっかり慣れてるんでね、いいんですけど、夜行列車ってのはやっぱりね、初心者の方にはね、あんま連泊とかするのはきついのかなっていう気はしますね。この揺れに慣れないと、あ、やっぱ揺れてて振動で眠れないと、そういう風に聞くことも、まあ結構あるのです。翌日の行程に余裕を持って、最初は試しに乗ってみるようにしてもらいたいと思います。これ5時頃目が覚めたんですが、またぐっすり二度寝して、到着の何分か前に目が覚めまして、大急ぎで着替え、岡山駅には時間通り着きました。この岡山からは新幹線に乗り換えです。1時間ほどで徳山まで向かうことになっています。朝ごはんはコンビニでパンかなんか買えばいいなと思ったんですけど、何も買わないで乗ってしまいまして、車内販売では柿の葉寿司の駅弁を売っていました。1000円ぐらいするんですよね。ちょっと高いですからね。まあ、美味しいし、これからこう一個一個小分けにね、柿の葉っぱでくるんでありますんで、この後山口でお世話になった藤原さんとも分けて食べることができ、まあ、お土産の代わりにもなってよかったんですけど、でもやっぱりせっかくだからね、安いものは朝ごはんなんだから安いもんでよかったなとちょっと思いました。これが目的地徳山。今徳山ではなく周南市という自治体になっていますが、立派ですね。石油化学コンビナートです。中学生の時、この辺りでは石油化学コンビナートこういうのがうんぬいっぱいんだよみたいなことを中学の先生から教わって、ふんそうかそうかと思ってですね、それで夏休みに山陽新幹線に乗ったらこれが見えまして、おおすごい、なるほどな、これが石油化学コンビナートかと、当時の感動は今もはっきり覚えています。山陽新幹線に乗っていて一番いい景色だと思います。徳山に到着、駅周辺からもこのように産業の盛んな様が見て取れます。また駅の新幹線改札の目の前にもこんな風にカメラとかね、この辺りで作っているプラスチック石油製品、それがずらっと並んでいて、うちの自慢はこちらですと言わんばかりの並びです。こんな風に盛んな工業製品がいろいろあるんですが、まあ、実はですね、通路の里といいまして、この周南市には、鳥こんなのがね渡ってくるんだそうです。本州で唯一鶴が渡ってくるところなんだそうですが、そうなんですね。今の時期はね、渡り鳥の中継地点として立ち寄るわけですけども、鶴は来ませんので、また時期になったらば見に行きたいと思います。なかなか対照的で面白い周南市八代というところに来るそうで、確かね、江戸時代から鶴を大事にしているか、そんな場所だったみたいですね。こちらが徳山駅、海側の駅舎がこんな感じです。なんか地方都市感がありますけど、反対側の駅はもっと立派ですよ。それからちょっと海沿いへ、下松というところに移動しました。山陽本線で2駅です。ここまでの移動、今回全般的にはですね、ベタ藤原さんという広島県お住まいの、私のチャンネルの黎明期の視聴者の方、準レギュラーの方ですね、今回もお世話になりますので、まあ、車を使いますが、皆さんにどんな風に移動したか分かるようにご紹介します。なお下松ではこのように車両側の道路を走るというのがありまして、それを見に行ったんですけど、まあ、これは詳しくは説明しません。交通チャンネルでぜひご覧ください。それからまた瀬戸内海、海沿い、この天気の悪さですが、でも瀬戸内を走ってるって感じはしますね。すぐ向かい側に島、それから入り組んだ水、ここが海なのだと言われてもよくわからない、その様子が面白いものです。そしてここは赤田交流館というところ、これわかりますかね。兵器です。人間魚雷、回転、回す点と書きますが、点をぐるっと回して、そして状況、今の悪い戦況を好転させるという意味で作られた一人乗りの特攻兵器です。ここにはですね、こう図が書いてありますが、一人が潜望鏡から覗いて、それで敵の艦隊に体当たりということをやったそうですが、どうもそれほどは活躍したらどうだったんですかね。私あんまりこういうことは分かりませんが、相当使いづらいんじゃないかという話を藤原さんに教えていただきました。実は徳山駅から目の前を船に乗ってですね、大津島というところへ行くと、そこに回転記念館というのがありまして、そこに行くともっと分かりやすいんですね。この辺りには回転の基地などがたくさんあります。これはその訓練の様子、上にその訓練の、まあ、指導とかする人がね、こういう風に乗ってるわけですけれど、訓練自体もかなり厳しくて、それだけでも数多く犠牲者が出たそうです。殉職者というべきなんでしょうか。さて、この辺りは田伏とかそういうのが近いところですけれど、上の関と書いてあります。上の関っていうのはね、聞いたような名前なんじゃないかと思うかもしれませんね。これね、あれですよ、山口県の有名な町、下関、それに対応する町として上関というところもあるんですね。ここは上関町です。
山陽本線の徳山駅からまたさらにですねしばらく行ったところ柳井というところからだいたい1時間に1本バスが出ています。ここの名物は鳩子天ぷらと書いてありますね。上関水産道の駅店、そうここは道の駅なんですけども、やっぱ道の駅ってのは観光食べ物を巡りにはいいですよね。これです、薩摩揚げみたいだなと思いましたけど、実際に味は薩摩揚げととてもよく似ていたんですが、教えていただいたところでは薩摩揚げは豆腐を使って揚げることもあるらしいんですが、鳩子天ぷらこれは使いませんよと、そういう違いでした。天ぷらっていうけど一般的な東京とかで揚げてる天ぷらとは違いますね。それからコロッケもありまして、コロッケかと思ったらですね、これもまた食べてみると中身はお魚の練り物、この地元で取れたお魚を練り物にして揚げてるんだそうです。サクサクでなかなか美味しかったですよ。美味しい魚の、かまぼこのフライって感じでしたね。さて、ここへ連れてきていただいたメインはですね、その天ぷらではなくこの向かい側にあるこちらです。四海楼と呼ばれる建物、明治時代この上関というのは船の乗り換えのため使われていた交通の要衝でした。今は JR 新幹線そういったものが通ってますけどね。そこに貴賓、立派なお客さんが来た時にそれを出迎えるための西洋風の建物として建てられたのです。明治時代の話です。しかし見てみるとあまり西洋風とは思われない、こんなドラゴンが飾ってありますけど、どちらかというと中国なのではないかという気がします。この建物は確かに西洋を目指して作ろうとはしたのですが、ただまだ明治時代の日本はそんなに西洋建築というものもなく、おそらく地元の大工さんがですね、こういう西洋建築を作れと言われて無理やり作ったものなんじゃないかという話です。電源立地等初期対策交付金施設というのはいわゆる原発マネーというやつで、この上関には原発が作られる予定です。そのためにもらったお金、それも整備に使われているということなんですね。藤原さんが案内してもらいました。なるほど、洋風建築をやろうとしていたっていうのに全然洋風、頑張ったんだなってのが分かりますよね。漆喰とかですね、壁にも飾り付けてますが、ああ素晴らしい、ユーロピアンスタイルの階段です。なるほどね、これだったら外国から来た立派な貴賓にも負けない、そんなことはちょっと言えませんね。これですけど、そこに行ってもらっていいですか。洋風の窓がここにあるんですが、窓の形は確かにヨーロッパ風だけど、どう考えてもこれ普通こういうところでは椅子に座るわけですけど、椅子に座るということは全く前提としてません。だって洋風建築なのに下が畳敷きですからね、すごいちぐはぐさです。そしてまた頑張って作ったんですね、これ螺旋階段、どう見ても日本式ですけれど、とりあえずなんか多分なんかの見本を見たんじゃないかなと藤原さんはおっしゃってたんですけど、上にはステンドグラスなんかもあってね、例えばですが神戸とかそういうところに行ってマジモンの、洋風建築を見て、これと同じものを作ると無事事された大工さんが見よう見まねで作ってみました。そんな感じないでしょうか。天井にはですね、これ鳳凰ですけど、鳳凰ってのはこれ中国の鳥なんですよね。俺なんでこんなとこ飛んでんだよ。ステンドグラスの中で鳳凰も困り顔です。でもこれ全て明治時代ぐらいのその当時のものをですね、ところどころ改修とかはしてますけれど、ガラスとかそのまんま使ってる相当貴重な建物ですよ。当時の日本の西洋化への苦労を知ることができる貴重な建物でした。この真ん中の4階建ての建物、これが重要文化財だったかな、なってるそうで非常に貴重なものです。さて、それからはしばらく内陸側に移動しました。こんな感じです。自治体でいうと今岩国市に入っています。今から向かうところ、広島県民が運転免許取ったら最初はここに行くんだよと藤原さんにね教えてもらいました。もちろん全員が全員じゃないんでしょうけれど、相当人気のある場所のようです。久我と書いてあるここは岩国と徳山の間を通っているかつての山陽本線、そのですね鉄道の、駅があるんですが、そこから近く山賊焼きと書いたお店、これ駅のね広告でした。駅にこんな広告が貼ってあるの面白かったですけど、山賊焼き久我店、ここで少し遅めのお昼ご飯、ここは365日お祭りだよと。藤原さんに教えていただいたんですが、ちょうどですね今日は7月の中旬なわけですけれど、行けば何かしらのお祭りを必ずやっているんだそうです。満車相当の人気、タクシーも入ってきています。多分公共交通機関で行くんだったらさっきの久我駅からタクシーで行くのがいいのかな。タクシーで多分1000円はかかんないと思います。それぐらいの場所、なんだこれは、これって何ですか。お寺ではありません、これはお店なんですね。かまどとか書いてありますけれど、これが山賊久我店、
ものすごい建物、車もずらりと並んでいて、地元のお客さんたち、この地方周辺から数多く集まっているのがわかります。祭りと書いてあって妙なテンションの高さです。あ、これまた、これはあの山賊にこんなのが来ましたよとか、恐竜さんが来たとやってるんですが、これもですね、しょっちゅう作りを入れ替えるそうで、上から猿がぶら下がってんのなんかもね、随分凝ってますけれど、こういうお祭りなど催し物、ド派手な演出、それから、まあ、ちょっと、ね、落ち着くような客席、それが売りなんだそうです。もちろん料理も売りです。藤原さんに今注文をしていただきました。山賊焼き、山賊結び、そして餃子を注文。いい席ですよね、こんなお座敷。今ちょっとお隣の机がまだの片付いてませんので、ごっちゃり乗ってますが、これが名物の山賊焼きです。前にも長野で塩尻で山賊焼きというのを食べたことがありますが、大きな鳥の焼き物です。串に刺さっています。かなり大きい。実はなんか見た目ほどね、これはあの脂っこくなくてですね、でそんなに脂身が多くはないので、さっぱりとパクパク食べることができます。かなり大きいですよ。私の顔も大きいですけど、これは山賊結び、どのぐらい大きいかは分かりづらいと思うんですが、またこれだけ食べてもですね、お腹いっぱいになるほどの巨大さです。餃子はこちら、ちょっとなんか揚げ餃子っぽかったです。ぽかっただけでね、普通の餃子、焼き餃子でしたけど、おお、美味しそうに食べるな絵になりますね。おお、私が食べるのより人がお召し上がりになってるのを見ていただいた方が、この美味しさも伝えられるかと思います。大きくガシッと食べる山賊焼き、日本でもあちこちありますが、やっぱここはね、いろいろと特殊ですから、わざわざ来る甲斐もあるよなとよくわかるんです。上品ぶって箸で食べようと思いましたが、これはちょっと手に負えそうにありません。思いっきりかぶりつくことにしました。中には3種類の具が入っています。ご飯が破裂しました。ちょっと難しいですね、これ。正しい食べ方があるそうですけど、まずはでもやっぱりこれかな。味が結構この下のね、秘伝のタレみたいなのが前あったらしいんですが、あのそれにこうつけて食べるのがやはり美味しい。そしてある程度食べたら外してこうやって口に運ぶといいですね。あ、秘伝のタレは何なのかというと、なんかね、ここの秘伝のタレを開発した人が、あの誰にも教えないで、いざ続く時になったら教えると言ったら交通事故で亡くなってしまったらしいんですね。でそれで味が昔と今とでは違うんだそうです。これはおむすびの食べ方、召し上がっていくうちにだんだん海苔を結んでください。え、そんな高等技術があるの。多分山賊クロートの人はあれを食べたらね、あのできるんだろうなって感じなんですけど、私には無理です。こんな感じ、巨大な庭園もあります。今日は雨ですから客席が結構閉まっていましたが、本当はこの庭園でも食べることができるようです。相当お客さんはたくさん入れそうでしたよ。あの駐車場を見ていただいても分かりますよね。藤原さんにここで大体できるやつは水を浴びるんだみたいなこと言われたので、早速、さてこれ、山賊焼き味と書いてあります。お土産で買われたんですね。私は食べませんでしたが、カルビーのポテトチップス、ああいうのを出すぐらい、つまりここは名物として山口では有名なのだということです。視聴者の方もね、あの山口に行くって別の動画で言ったら、あのぜひ山賊焼き食べてきてくださいね、そういう風にコメント何件もいただきました。やっぱり山口の誇り、自慢なんですねこれね。途中にも別の支店がありました。さっきの久我店ほど巨大ではありませんが、ここも何やらお祭りをしてましたね。その後はちょっと新南洋、徳山の方に戻りまして、野良犬がなんか多いんですよね。徳山ってね、なんか野良犬が多くてちょっと問題になってるらしいんですけども、まあ可愛かったですがね、あのこういうのがたくさん歩いているのも見まして、私は人生で初めて見ましたけど、ああいうのって多分保健所に入れられちゃってドリームボックスが送られちゃうんでしょうね。かわいそうですけど、でもいっぱいいて、あの狂犬病も恐ろしいですから、それは仕方ありません。さて夜になって、さっきの周南コンビナート、それを楽しまなければここへ来たとは言えません。今日は雨ですから写真を撮るにはあまり適していません。霞んでしまいます。それでも工場から立ち上る煙、そして夜のライト、これだけ見ても十分に来た甲斐があると思えるところです。この周辺は徳山駅でレンタサイクルを借りて、真っ昼間にその工場の様子を自転車で走って巡るにはいいと思うんですが、夜景を見ようと思うとですね、どうしてもタクシーか、まあ、もしくは自家用車で来るしかないようです。ですからうちのチャンネルでよくね、サンライズ号に乗ってる時に徳山のコンビナートの様子ご覧に入れるんですけれども、やっぱそれだけではね、ちょっとこうもったいないというか、いつも新幹線とかから見てて、あの景色はどうなってんだろう、皆さんも気になったと思いますので、徳山駅からこのぐらい、4キロぐらい離れたところですけどね、埠頭の方まで今回は車を出していただきました。ちょうど来るとこんな感じ、中国の船だったのかな、石炭の運搬船が届いてまして、これはまた何かの燃料として使うんでしょうね。上に積んでいる石炭をクレーンで、こんな感じのやつですね、挟んでガシッと積んで、
そしてこちら側に積み替える、そういった迫力を感じる作業をやっていました。なかなかすごいですよね。もうすっかり見とれましたけど、2つのワイヤー、ちょうどこれが今同時のタイミングになってですね、今あの中にはきっちりと石炭が詰まっています。それをこちら左側に持ってきて、あの辺で離すんですね。ザラーっと今開けているのがお分かりいただけますかね。こういうのはね、全部藤原さんに、あれは何ですか、あれタンカーですかね、いやあれは石炭やろうとか言って教えてもらえるんですね。藤原さんは何でも知っているので、こういう時とても頼りになります。運転もしていただき、美味しいお店も紹介していただき、知識も供給していただき、ありがとうございました。あそこに積んである山が石炭なんですよね。あれは石炭だね。その先にあの白いのがあるけん、あれは塩だろう塩。この辺りには塩の山もあるそうです。いや特にこれなどすごいですね。なんかあのドラゴンボール の, あのスーパーサイヤ人の周りに帯びるなんかね、あのオーラみたいなのありますけど、ちょっとあれに近いような感じもします。左奥の方では炎が燃えています。この間視聴者の方に教わった話では、あれはあの最終的な廃棄物を燃やし尽くしてしまうために炎を燃やしているんだそうですね。いやーすごい、日本の産業を牽引しているその場所の一つです。藤原さんから伺った話では、さらに山口県の西の方、宇部はもっとすごいそうです。今度また行ってみたいと思っています。皆さんも工場夜景、天気のいい時にまた訪れてみますから、ぜひお楽しみに。今日は残念ながら雨で遠くの方ピントが霞んでしまい、まともに夜景を撮ることはできませんでしたが、しかし今徳山駅からまあ割とまだ近い方のこの公園でヤシの木越しに記念の写真を1枚写しました。藤原さんには今日一日お世話になりました。藤原さんも最近 YouTube 結構出されてますんでね、あの視聴者の皆さんもぜひご覧になってください。帰りはまた新幹線と夜行寝台特急サンライズ号、明日の朝6時台には横浜に着いてしまいます。見るとこれ、さっきずっとね、行きも朝着く時も見ましたが、周南のコンビナート、夜の方がやっぱりすごいし、今日のような雨だと煙もちょっと増えて見えるんでしょうかね。緑色の光がなんだかパワーを帯びている感じをこちらに伝えてくれます。昼に見る景色も夜に見る景色も私はどちらも好きです。工場夜景っていうのはやっぱり夜にしか見られないし、あの力のある感じっていうのはやっぱ夜だと思うんですけど、一方でね、昼間は昼でなんかちょっとこう少しだけ不気味な感じのするその工場の様子をあの楽しむこともできましてね、白と黒で構成されたような無機質な、足場の、工場の様子、これもまたいいですね。ぜひ一日今度はまたここで写真を撮るということをやってみたいと思っています。今日はあちこち車で遠くまで連れて行っていただきました。ありがとうございました。新幹線の中で、まあ、いつもアイスクリームを食べるのを楽しみという人いると思うんですが、私実はね、あのアイスクリームそんなに別に美味しいとは思わなかったんですが、あの今回新幹線のアイスクリームで新しいのが出てまして、南国白熊いちご味、いちごジャムっぽいものが上に乗ってましたけど、これね美味しかったです。あの今までそんなにみんなあのアイス好きなのかなとか思ったんですけど、これはとてもおすすめします。だからね、飽きなくてよかったですね。アイスを食べて1時間岡山駅に到着、新幹線で東京まで帰るほどの時間はもう今日はありません。新幹線の終電はもう大阪とかまでになっています。買っておいたピザを食べながら夜行列車に乗って、もうこれ全部食べたら歯磨いてさっさと寝ましたけどね。明日の朝もやっぱり早く大学の授業もありますんで、シャワーを浴びたら寝なければいけません。リンスインシャンプー、ボディーソープ、そういったものがね、いろいろ整ってます。今日夜寝る個室は A 寝台です。サンライズ号の個室には何種類かあるんですが、今日はですね、あの一番いい部屋しか空いてませんでしたので、1泊1万3000円ぐらい宿泊料金がかかる、結構高いんですけれど、まあいいやと、たまには広々とベッドでぐっすり眠ることにしました。なんだかんだピザを食べたり歯磨いたりお風呂入ったり時間はかかりましたが、それでも慣れていました。寝るまでには40分ぐらいで済んだかな、岡山で乗り込んでからね。あ、だいたい1時間のようですね。11時37分と書いてあります。そして翌朝、ここもまた観光地でおなじみ、神奈川県の一番西、湯河原です。でここであの私がね、ちょうど目が覚めた瞬間、あーこれは湯河原ですねーとか言って窓開けたらね、本当に湯河原だったんですね。ちょっとドヤ顔になりましたけど、まあ、でも残念ながら、あの残念ながらっていうか、その後でですね、あのまたぐっすり寝て起きたら、なんともう間もなく横浜に着きますと車内で放送しているところでした。危ない、まあ、乗り遅れても大学の授業はすぐは始まりませんので大丈夫ですが、ただちょっとこれは乗り遅れるとですね、東京からラッシュの中横浜まで戻らなきゃいけません。それは嫌です。大慌てで降りました。ちゃんと降りるの間に合いました。よかった、安心です。
こんなわけで1日夜行列車日帰りサンライズの旅楽しませていただきました。まあ、こういう風な使い方しなければね、山口は遠すぎて日帰りで行くのはちょっと難しいです。飛行機で日帰りで行くと忙しくなっちゃいますからね。横浜国立大学にいち早く到着、仕事にちょっと宿題などもやって朝活を楽しみました。ぜひどうでしょうか、今後もですね、夜行サンライズ号日帰り、夜行列車で行って夜行列車で帰ってくるっていうのをやりたいと思うんですが、視聴者の皆さんの、ご興味お持ちいただけるようでしたらぜひ続けたいと思います。お楽しみによろしくお願いいたします。ありがとうございました。